山手水道、本木側から、手前のアーチ橋は桜道橋。第二山手、水道、元町側。路面電車専用の桜道トンネル。現、第二山手、水道、本木側。山手水道は、横浜市中区の元町、石川町方面と、麦田町、本木方面とを結ぶ、横浜市道管内本木線の道路トンネル。北行きの山手水道と、 南行きの第二、山手水道からなる。山手水道は、関東大震災の復興事業として建設され、横浜市認定歴史的建造物の一つとなっている。1911年、横浜電気鉄道の元町停留所と、桜道下停留所の間の山手町の丘陵地の元に、全長215メートルの本木線専用の桜道トンネルが開設された。 山手地区に掘られたトンネルとしては最も古いものであり、トンネルの前後は横浜市電唯一の専用既読間であった。1923年に発生した関東大震災の復興事業として内務省復興局の設計、幕見の施行により、市電トンネルの西側に並行して全長268メートルの山手水道が建設された。アーチ型の断面で、 当時の道路トンネルの福音としては日本最大であった。衣装は同時期に麦田町川に建設された桜道橋と合わせたものとされた。1927年、最末の繁忙期に合わせて部分強用され、翌1928年3月16日に開通式典は挙行された。1972年に市電が廃止されると本木水道は第二。 山手水道と解消され、1976年7月20日より、南行き一方通行の道路トンネルに改められた。これに合わせ、従来の山手水道は北行き一方通行となる。山手水道は、2001年8月には、桜道橋と共に、横浜市認定歴史的建造物、2015年度には、桜道橋、内越橋、西の橋、八橋と共に、 元町、山手地区の震災復興施設群として土木学会戦勝土木遺産に認定された。ありがとうございます。